カンターミヤマクワガタは、昆虫甲甲虫目クワガタムシカミヤマクワガタ属のクワガタムシの一種。大顎が強度で湾曲した、個体ルコネス関東リカラダの発達が著しい個体、ルコネス関東リガクト東部の発達した、個体インド北東部、ブータン、ネパール、ミャンマーに生息し、カントリーミヤマクワガタとも呼ばれる。体長は39から90ミリメートルとなり、 アジア地域のミヤマクワガタの中では最大級の大きさとなる。ミヤマクワガタの仲間では珍しく、横幅が広く、特に頭部幅の大きさが目立つ。大顎は上から見ると、ノコギリクワガタのようなくの字に曲がっているような形状にも見える。成虫は霊量地のブナシナの木に集まり、そこの樹液を吸う。幼虫期間は他のミヤマクワガタのように1から2年ほどかかる。 普及が進んだ口木や、どかした木を食べて成長する。ミヤマクワガタの仲間なので、高温に弱く、寿命も短いために、輸入が難しく、標本で入る場合が多い。独特の体型と個性で人気種ではあるものの、生きた虫の輸入は、とても難しく、生態は現在入手困難になっている。ミャンマーアシュは、顎の張り出しと湾曲が弱く、頭部の横幅が、原名アシュより狭い。 ありがとうございます。